皆さんこんにちは前回の復帰原理書論の講座では復帰説理の基本的な原理原則について学びましたそれではこの神の救いの説理は一体いつから始まったのでしょうか聖書を見ますとそれはまさに堕落した人類始祖アダムとエバの家庭から直ちに始まったことがわかります そこで今日はアダムの家庭を中心とする復帰説理1「信仰期待」という題目で救いの説理が具体的にどのように進められたのかについてその前半をお話ししたいと思います。さて講義を始めるにあたりまず聖書の記述を見ることにいたしましょう。失のの記述の直後すなわち 創世紀第4章第章節から読んでみます人はその唾エバを知った彼女は身ごもりカインを産んでいった私は主によって一人の人を得た彼女はまたその弟アベルを産んだアベルは羊を飼う者となりカインは土を耕す者となった日がたってカインは地の産物を持ってきて主に供え物とした。 アベルもまたその群れのういごと超えたものとを持ってきた主はアベルとその供え物と顧みられたしかしカインとその供え物とは顧みられなかったのでカインは大いに憤って顔を伏せたそこで主はカインに言われた「なぜあなたは憤るのですか?」「なぜ顔を伏せるのですか?」「正しいことをしているのでしたら顔を上げたらよいでしょう」「もし正しいことをしていないのでしたら」 罪が門口に待ち伏せていますそれはあなたを死体求めますがあなたはそれを治めなければなりませんカインは弟アベルに言ったさあ野原へ行こう彼らが野にいたときカインは弟アベルに立ちかかってこれを殺したこのようにアダム家庭においては救いというよりはむしろ人類初の殺人事件が起きてしまったのです さてすでに書論でお話ししましたように神の救いの摂理は人間自身が失ってしまった信仰期代と実体期代と復帰するための桃源条件を立ててそれによりメシアのための期代を作りその上でメシアを迎えるのでなければ成就しないということを学びました。今日の講義ではまず アダムの家庭でこの信仰基台をいかにして立てようとしたのかについて見てみたいと思います前回の講義で学びましたように信仰基台の三つの要件は条件物中心人物そして一定の期間でしたこのうちまず条件物から見ることにしましょうもともとアダムは 信仰基台を立てるための条件としてくださった神の戒めすなわち取って食べてはならないという神の御言葉をその不信仰のために失ってしまいましたそしてもはや御言葉を神から直接受けることができない立場にまで堕落してしまい創造本然の価値を失ってしまいましたのでこの信仰基台を復帰するためには 御言葉の代わりとなる何らかの条件物を神の御心にかなうように立てなければなりませんでしたアダムの家庭で立てなければならない御言葉の代わりとなる条件物とはすなわち備え物でした次に中心人物に関してですがアダムの家庭における信仰期待を復帰すべき中心人物は もちろんアダム自身であるはずですしかし先ほど読んだ聖書の記述を見ますとアダムが備え物を捧げたとは書いてありません聖書によれば息子のカインとアベルが備え物を捧げたことがわかりますこれはなぜなのでしょうか創造原理によれば人間は本来一人の主人にのみ対応するように 創造されていますそれゆえ創造主としての神と血統的関係を結んで偽りの父となったサタンという2人の主人に対応する立場に立っている非原理的存在であるアダムを相手にしては神は復帰設理を行うことはできなかったのです。つまりもし神が アダムとその備え物に対応しようとすればサタンもまたアダムと血縁関係があるのを条件としてアダムと対応しようとするのは言うまでもないことだからですそこで復帰原理においても重要な原則でありこれからのちの歴史においても基本的な公式となる善悪分立の説理について お話ししたいと思いますこれはどのようなものかと言いますと神は全悪二つの製品の母体となったアダムを全製品的な存在と悪製品的な存在との二つの立場に分立する説理をなされるのですこのような目的のために神はアダムの二人の息子カインとアベルを各々 善悪二つの表示体として分立された後彼らに神側かサタン側かのどちらが一方だけがおのおの対応することのできるすなわち一人の主人とのみ相対する原理的な立場に立ててから各自備え物を捧げるように仕向けられたのでしたそれではカインダアベルはどちらも同じアダムの 子供ですけれどもそのうち誰を善の表示体として神と対応し得る立場に立てまた誰を悪の表示体としてサタンと対応し得る立場に立てるべきだったのでしょうかこれを考えるには善悪知るの気に象徴されるエヴァが堕落した時の事情を振り返ってみる必要がありますすなわちエヴァは 霊的堕落と肉的堕落の二つの堕落行為をしましたエヴァの最初の堕落行為つまり霊的堕落の動機は時ならぬ時に時のことを望む過分な欲望でありその相手は非原理的な相対である天使長でしたそれに対して二番目の堕落行為すなわち肉的堕落の動機は 最初の行為が不倫なものであったことを悟って再び神の側に戻りたいと願う信条が中心でしたしまたその相手も原理的な相対でであるアダムでした以上の理由から長子であるカインはその最初の堕落行為である天使長との堕落を象徴する悪の表示体として サタンと相対する立場に立てられたのであり自身のアベルはその2番目の堕落行為であるアダムとの堕落を象徴する善の表示体として神と対応することができる立場に立てられたのでしたこれに加え元来神は長子を立てて長子にその修行を継承させようとなさった原理的な基準があるのでサタンも2番目のものよりは きかったのですしたがって神はサダンが未練を持って対応するカインよりもアベルと対応することを選ばれたのでしたところで神はアベルの供え物は受けられカインの供え物は受けられませんでしたがその理由はどこにあったのでしょうか神がカインの供え物を受けられなかったのはもちろん カインが憎いからではありませんでした私が昔見た映画でカインが一旦神に捧げた備え物を後で惜しくなって誰も見ていないのを確認してから半分ぐらい持って帰ってしまうシーンが描かれていましたそれでカインは神の怒りに触れたというわけですしかし冒頭に聖書を読みましたようにそのようなことは 全く書かれていませんむしろカインが大いに憤ったと記述されているのを見ますとカインはカインなりに一生懸命備え物を捧げたことがわかるのですそれではなぜ神はそんなカインの備え物を取ることをされなかったのでしょうかこの点に関して今日までキリスト教では 納得がいくようなな明確な回答はありませんでした統一原理ではすでにお話ししました通りカインがサタンと対応する立場に立てられたという設理的な理由があるので神がその供え物を取ることができるような何らかの条件をカイン自身が立てない限りは神もそれを取ることができなかったと考えるのです。 この原理の見解は理屈では理解できても情的にはなかなか理解することが難しい面がありますと言いますのは自分に原因があるわけでもないカインが節理的な理由だけで神に備え物を取ってもらえないのはかわいそうだというわけですしかしここで私たちは カインを見つめる神のご心情はどうであったのかを知る必要があります実際カインは備え物を捧げた時点では彼自身何か明確な罪を犯していたわけではありませんでしたカインは人類子祖の堕落と復帰節理の事情のゆえに神が無条件で愛することができないそんな立場に立たされた初めてのものでした 今の世の中を見回してみても自分で選ぶことのできない生まれや育ちのせいで不利な立場から人生をスタートせざるを得ない恵まれない人々がいますけれどもある意味ではカインは人類で初めてそれを味わった人ということもできるのではないでしょうか。さて聖書を見ますと神はアベルではなくカインに声をかけられました。 正しいことをしているのでしたら顔を上げたら良いでしょうもし正しいことをしていないのでしたら罪が門口に待ち伏せていますそれはあなたを主体求めますがあなたはそれを納めなければなりませんこれは親として愛する息子を直接守ってあげることができない立場に立たれた神ご自身の心からカインを思いカインがサタンの試練を 克服することを願う切実な叫びだったことを知らなければなりませんつまりアダムからサタンを分立するために始まったアベルとカインの善悪分立の節理の背後には神の痛みがあるのですそしてアダム家庭において信仰基台の中心人物としてアダムが立つことができなかった理由は 実はもう一つありますそれは堕落したアダムが事実上神の心情に対して千週万代にわたって消えることのない深い悲しみを刻み込んだ罪悪の超本人でったという理由ですそれゆえに彼は神が直接に対応して復帰設理をなされる心情的な対象となることができなかったのです。 このことは、復帰原理を通じて、神のことを学ぼうとする私たちにとっても重要なポイントですので、よく考えてみる必要があります。最後に、進行期待を復帰するための3番目の要素、一定の期間に関しては、このアダムの過程では明確には記述されてはいません。強いて言えば、創世記第4章3節に、日が経って と記述されていますのでおのおのえ物を準備するために生成を込めた期間があったことが推測できるのです。以上見てきましたとおりアダム家庭において信仰期代の中心人物はアベル。条件物はアベルが神に捧げた羊の群れのういごと超えたもの。これはアベルが飼う羊の最も良いものを 神に捧げたという意味でありアベルは確かに神を愛したのですそして期間は日が経ってという一定の生成期間があったということで3つの要件を満たすことによりアダム家庭において信仰期待は成立したわけです次に立てるべき実体期待の詳しい内容は次回アダム家庭を中心とする復帰節理に実体実体期待 でお話ししたいと思いますどうもありがとうございました